あやつは義賊の生き霊じゃろう。七木を頼んだぞ。ほうほうほう、見て聞いて触れて世界を楽しむのじゃよ。ルーゲンハーゲン様は我々が送り届けます。どうぞお気をつけて。七木をよろしくお願いいたします。星とともにあらんこと。あやつはギズ…ほうほうほう、見て聞いて触れて世界を楽しむの。はあ、全然状況がわかんない。これ何？私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません？てか、こうなる状況とちゃいます？だってなんか礼儀正しいじゃん、あの貴族。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。テリアくれるとか気分ですが、我々もマテリアを求めているのです。さ、乗って乗って。船の揺れに体を合わせるといいよ。な、器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。聞かれちゃまずいのか。星が知る、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々寛容の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なななな、あなたが継承したのは血だけなの。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。知らないほど長く生きられるでしょう。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して
げえ痛かったな。うん、確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたのなんの。わけがわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし、それになんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。うん。ちょっと付き合ってくれ。いいけど何を。歩きながら話すわ。なあ、クラウドの様子は。重度の魔法中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあ、あちこち当たってみるよ。そっか。元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔法中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか。自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。へえ。そうだザクス、あんたも何でも屋やったらどうだ。何でも屋結構需要あるぜ。いろいろなことが考えとくわ。見ろよこれ。何7番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集、希望者は野外集会所で待て。うわ大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なのさ。おい、まさか行くつもり。あもう亀裂がもっとよく見えるのかな。あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか。あるかな。うん、めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いやもうほんといろいろ。俺も目覚めてからずっと考えてる。おかげで毎日自己批判だよ。神羅ならどうにかしてくれるさ。まあそうだろう。なあビッグス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。ああ。誰かもうやってんの何でも屋。クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か。クラウドとはいつ知り合ったんだ。俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。ああ俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと。俺に聞くなよ。お腹の中にいるこの子はどうなるのかな。わからない。
名前を。お胸にお一つどうですか。幸せになること間違いなし。お一人様、俺はさ、ね、2番目か3番目が好きなんだ。居心地が良くてさ、やるかやらないかを決めるよりどうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか、話はそこに戻る。必要なんだろあんたのその性分が。誰が求めてるんだ。エアリスと一緒にいた兄ちゃん。風を吹かせたやつ。あの風誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。これからは好き勝手にやろうぜ。まだ金だ。そろそろだ、用心してくれ。ああ。誰もいない。気持ちいいくらいな。ま、シンラもいなくてラッキーっと。誰だ。あれ、応募者。はあ、んなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃあね、私行くから。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。ビッグス、なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した。なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと？なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。家だってよ。おかえりなさい。おかえりなさい。ビッグスいたぞ。元気だった。本当？今度来るって。やったー。父ちゃんやティファのこと知ってた？あ、ごめん、その話はしなかった。もう、ザックス、2階の様子を見てきておくれ。おう。必ず会えるよ。みんな同じ場所を目指しているんだから。いつ？
そんなに先じゃないと思うよ。エアリスだろ。もしもし。よそ者の義賊を星は受け入れてくれない。ライフストリームに帰れないんだね。それって死なないってこと？うわ、無敵じゃん。生きてるっちゅうわけでもないんでっしゃろ。そんな中途半端な状態、死ぬより苦しいとちゃいます？死んだことなんかないくせに。あ、ていうか生きてるの？にゃはははは、中途半端は僕でっか。君はマテリアを求めたり。私もだよ。Yeah.
勢いすぎる。頼らんしな。悪いこっちだ。こっちだ。まだまだ。Mm-hmm.
ラッとする。あんまりいい感じじゃねえな、ここ。貴族にとって癒しは無になること。この星から消えるんが願い。せやなかったら星ごと消す。怖っ。そのマテリア、私みたいにしっかりした人が管理した方が良くない？関わらん方が得策やと思いますけど。もう遅いようだな。オイラたちに何を頼む気なんだろう。日の願いも抜くあるマテリア、黒く染め抜いた。日の願いも抜くあるマテリア、黒く染め抜いた。日の願いも黒いマテリアかよ。黒く染め抜いた。このマテリアを避けては通れないらしい。あいつの言いなりにはならない。どこまで騙せるかわからないが、話を合わせよう。
星の意識、いわゆるライフストリームの中に消え去ることは許されません。星が見張るこの土地に縛り付けられ、生きることも消えることも許されず、無意な時を過ごす苦行、この苦行から解放されることが我々の悲願になりました。星が育んだ無くなるマテリアを手に入れ、一族の願いを注ぎ込んだのです。長い時の果て、マテリアはついに願いを受け入れ、我らは大いなる癒しのマテリアを手に入れ、悲願が叶う。ついにその時が来たと喜んだのもつかの間のこと。憎きセトラがこの地に入り込み、我らの宝を奪い取ってしまったのです。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。それこそがあなた方に託したい我らの願い。セトラの末裔が協力してくれるのであれば、長きわだかまりも消えてなくなるでしょう。手がかりは？黒マテリアはセトラの神殿に隠されたと聞いています。セトラ、古代種、神殿、知らねえか。うつろなる者よ、信じてよいのですか。 Hey you! 皆さんの未来うららうで、明るい未来、愉快な未来。こいつが言うなら大丈夫だ、信じて。まず地上に出よう。了解。見ててよ、父さん。無事にお戻りになられましたね。ブーゲンハーゲン様のもとへ案内いたします。どうぞこちらへ。シッシッシッシ
まく騙せたよね。あの義賊の亡霊、私たちがマテリア持ってくると思ってるよ。大いなる癒しとかなんとか言ってたか。要するにとんでもねえ威力の恐ろしいマテリアってことか。ああ、奴らに渡すわけにはいかねえ。あいつより先に見つけないと。あいつってセフィロスだ。気配を感じなかったのか。セフィロスに関しては、お前がそう言うならいたんだろう。じゃあ、セフィロスも黒マテリアを狙ってるってこと？ああ、そう考えた方がいい。大変！こうしちゃいらんないよ。黒マテリアは私が手に入れるんだから。ねえ、ケットシー、セトラの神殿のこと、どうして知ってるの？あ、いや、知ってるっちゅうか、心当たりがあるっちゅうか。ああ？昔、会社の資料で見たことあるんです。神羅の端末があったら調べられると思います。端末はコスモキャニオンにもあるのか。のはずです。ブーゲハに聞いてみましょう。ほうほうほう、無事に戻ったようだの。一安心、一安心。もう心配いらないよ、おじっちゃん。おいらは戦士瀬戸の息子だからね。ブーゲンハ、この谷にも神羅のネットワークにつながる端末を置かせてもろてるはずなんやけど、どこにあります？ほうほう、あの端末のことかの。確かにあった。珍しいパーツが使われとったから興味深くての。分解して、ほら、あの通り、この谷の発電機として活躍してくれとるわい。なあ、ね、じゃあセトラの神殿は知ってる？神殿とな、セトラは神など必要としない。神殿など作りはしなかったはずじゃよ。そうなんだ。神殿と呼んだのはおそらく外の人間。セトラの建造物がどこかに隠されているという伝説は多くの書物に残されておる。さすがはじっちゃん。ほうほうほう、場所は明らかになっとらんがの。え？セトラは過酷な運命をたどった種族。見つけたところで容易に足を踏み入れられる場所ではなかろう。行くのならば十分に用心せ。見て、聞いて、触れて、書物では得られぬものがそこにあるはずじゃ。無事に帰ったらわしにも話を聞かせておくれ。ブーゲンハーゲン様。なんじゃ、騒がしいの。またあの黒いマントが現れまして、いかがいたしましょう。おや、知り合いかな。どこにいるんだ。え、あの谷の入り口です。行ってみよう、クラウド。ああ、この扉は再び閉ざしておかねばの。ほうほうほう、星の巡りとはまことに面白いものじゃ。この扉は再び閉ざしておかねばの。谷の奥底による虫を。
ナキ。その人大丈夫なの？ああ、衰弱はしているが、最近も多いんだ。魔法中毒だっていう人もいるけど、この症状は。イブル。ニブルヘイム。ニブルヘイムっていや、俺とディファの故郷だ。なあ、ニブルヘイム。あそこやったら確実に神羅の端末があります。あったとは思うけど。クラウドさん、さっき言ってくれたやろ、僕の言うこと信じていいって。その場しのぎやったかもしれん。でも僕はクラウドさんの言葉本物にしたいんです。でも、行ってみよう。うわあ、ニブルヘイムってあのニブルヘイムですか？陸の道は繋がっていませんよ。と不良。空だ。のろしだね。ほな、飛行場に戻りましょう。この人の面倒はここで見ますから、どうぞご安心を。長年の夢が一つ叶いました。生命学と魔法社会は反発しているようで、互いに学ぶべき箇所も多いのではと考えていたんです。僕はここで生命学の知識をしっかりと学びたいと思います。では引き続き調査報告をこまめにお願いしますね。星降る夜も明
良い夢は見れましたか？そろそろ家を決めないと。ここは聖なる